はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、働く車デッキ作ってきたんでご紹介していこうと。まあ、車でもねえか、働く工事車両車デッキ。超人武者のギミックって結構いろんな、まあ、あのギミックと相性がいいんですけども、まあちょっといろんなギミックとこう組み合わせていく中で結構ね、召喚権を使わないで、まあ、割と展開できるなということを皆さんも思ったかもしれないんですが、レベル4の機械族モンスターを召喚権を使わずに並べることができるんですよ。つまりですね、ギアギガントクロスが立っていることができると。まあ、ギガントクロスでね、サーチできるモンスターっていうのは何かっていうと、自分のデッキ墓地からレベル4以下の機械族モンスターを手段に加えるという効果がありまして、これめちゃくちゃ強いじゃないですか。まあ、あの本来であればね、デビルフランケンサーチしてワンキルしたいところなんですけども、まあ、デビルフランケンがマスター出るにはないということで、何にサーチするかっていう話なんですよね、ギアギガントクロスで。で、まあ、相性が基本的にその機械族ギミックなんで、まあ、相性いいなと思ったのが、まあ、レベル4の機械族見てたらこいつがいたんですよ、マシンナーズギアフレーム。これが、まあ、結局こいつ召喚権使ってなんかサーチしちゃうんで、基本的にはなんか手数あんま出ないんですよね、あのマシンナーズデッキって。なんか無限起動とかと組み合わせて展開していくパターンは結構よくあるんですけども、ギアフレームあんま活躍するイメージそんなないんだよな。これ召喚権だから動くのが、だからこのね、ギアフレームを召喚権を使わずにサーチできるなっていう発想から、このデッキに行き着きました。超人武者マシンナーズですね。一応その超人武者とかが、まあ、誘発結構吸ってくれるというか、まあ、ちょっと泥場とか G とかきついけどね、普通にきついけど、泥場 G がマジで飛んでくるから、まあ、だからちょっと環境的にはちょっと厳しいかなっていう気はするんだけど、まあその超人武者で誘発を吸って、でなんか打ってもらって、まあそのギアフレーム、まあ、本筋の動きを通していくみたいな、イメージでデッキ組んでる感じですね。まあ、一応全部の展開通ると、まあ、結構強い盤面はできるかなというところがありますので、まあ、ちょっと早速ね、見ていただければなと思いますんで、こういうアースマシンですね、いわゆるなんかそのマシンの預け、好きな方はちょっとぜひ試してみてほしいなといったデッキとなってます。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。いやードロバー G マジできちいわ、超獣武者環境マジできついことがあった。じゃあ超人武者環境他のテーマが息してない、なんだろ、逆に超人武者の方が誘発いっぱい詰めるからいけるかもしれないけど、ちょっとドラマやめて、危ないマジで毎回ドロバーにね、一生なんか怯えながらね遊戯をしてるんだよね今。いやこれね、逆にね、超人武者以外のねデッキがね結構きついわ、普通にこの手札誘発環境マジで、なんもなそうだな、なんもなそうだな。ちょっと俺動いていいか。召喚権を使わずにちょっとね、一応展開したいみたいなとこありまして、ギアフレームがね、召喚しか対応しないんでね、ギアフレーム君特殊召喚も対応してもらってよろしいか。なんかやっぱその働く車って男のロマンじゃないですか、ぶっちゃけ。今僕ちなみに2歳の息子いまして、2歳の息子ね、マジで働く車大好きなんですよ。もう働く車ばっかりね、今なんだ、動画とか、なんかアマゾンプライムとかね、働く車のね、動画ばっか見てるからね、なんだっけこれ、ちょっと雑談してると間違う、天秤でいいのか、天秤、はい、で、お手手ビンビンさん出てきて、で、お手手ビンビンさん効果発動して、バイク出てきて、OK、ライディングデュエルアクセラレーションしていく。これで一応ね、ここまでになんかいろいろ誘発とか打たれてもまだ召喚権使ってないんで、召喚権で動いていくことができるというところですね。はい。まあだから一応1誘発ぐらいで貫通できるみたいな、イメージで組んでるんですけども、まあ正直、ドロバと G という誘発が飛んできて普通に無理っていう。はい。アクセルシンクロ、スラツラゴの効果。これ通るそうだな。ニビルはなさげか？あれもう今俺5回ぐらい特殊しましたよな。これでバイク、これどこまで俺5回召喚なんだ？もうさすがにもうしてるぞ、これ。ここで。まあ、スケールでいいか。はい、スケール。あ、なんかなさそうですね、これ。あ、じゃあ、一応最大展開見捨てれそうな気がするわ。やべ、最大展開とかやるの久しぶりで間違えそう。スターダストドラゴンと、バイクでフルール。で、外部ピースケ貼る。はい。で、効果発動する。で、これ出す。
なんか異常に弱いというか、こっち一回ちょっと、バリスティックシューティングするわ。バリスティックシューティングして、OK。で、効果発動。で、アンティークギアボックス持ってきて、で、ボックス効果と、これでスケール持ってきて、あれか、スクレーパーでもいいのか。いや、これ、スクレーパーでもいいな。スクレーパーで2ドローまである、結構。こうだな。でだ。立つ意味もないな。ちょっと待って。一回 PSK 貼って、で、ペンデラム召喚。ペンデラム召喚して、なんか、スクレーパーはコストでいいから、こうするだろう。で、こうして、こうして、はい。ほんで、ギアギガント出して、はい、はい。OK? これだいぶモンスターズ増えんじゃねえか。で、ギアギガントクロス効果発動して、オーバーリュート1個使って、デッキから機械族レベル4以下持ってこれる、これギアフレーム持ってきて、これ召喚機使ってないから、これ召喚する。これ、強えな、マジで。今度ここへ来て、やっと召喚券ってね。なんか、相手が妨害なかったから、なんか、ある程度の動き見せれてるけど、大体は妨害打たれてね、なんか普通にその、このバロネスとか立ってないことの方が多いから、大体。で、アンクラスペア効果、手札に加わったんで特殊召喚されながら、デッキからアンティークギアモンスター、アンティークギアモンスターじゃねえや、マシンナーズモンスターを墓地に叩き落とすことができる。オッケー。んで、ギアフレームの方が間違えた。ここでランク4。スプリガンズメリーメイキング特殊、はい。で、メリーメが1体でエクシーズギガンティックチャンピオンサルガス、かっこいいね、マジで。このギガンティックチャンピオンサルガスの見た目マジで好きなんだよね。で、ギガンティックチャンピオンサルガスの効果で、これでセリオンズキングレギュラス持ってきて、いいよ。やべ、ちょっとでやれること多すぎて分かんない、何やってんの俺。もう魔法トラップ使っていいな。マシンナーズリフォーメーションの効果、ここへ来てやっとリフォーメーションってね。で、スクレイパーを墓地送りながら、こいつと、それからまあこいつ持ってきて、で、マシンナーズフォートレス出しに行きましょう。はい。ルインフォース、墓地送りながら爆弾させる。で、一回ゲニウスしていいか、ゲニウスしに行くか。ちょっとスクレーパーでね、どうせ戻せるから、エクストラモンスターは。やべ、69秒しかない。ちょっと時間急げ。クリフォードゲニウスで、特殊召喚、ルインフォース、ルインフォースはもう使わないね。なんかね、適当なね、なんかレベル4とかのこの辺のね、なんかね、この辺もやべ、ちょっと時間ない。これ1枚ですか。ここと、なんかもうこの辺も除外しておけばいいから。で、これで除外して、はい、はい。で、こことここ。はい。で、こうして、で、こうして、こうして、はい。はい。OK。で、カーネル出てきて、で、からの、スペリオルドーラ、爆発させて、はい。OK。で、レギュラス出して、ギアフレーム装備する。はい。やばいぞ、残り39秒しかない。まずい。で、これで、ちょっと、待ちましょう。カーネル墓地送る。で、まあ、取るのいい。これでいい。で、これ、いい絵だね。で、ギアフレーム解除して、で、バロネスで割って、はい。で、割ると、カーネルびっくりして出てきて、で、あと2枚ドロー。頼む、間に合え、間に合え、うわー、あまりにも時間がない、間に合え、危ない、残り20秒、危ない。ちょっと、ね、やれることが多すぎて何やっていいか分かんなくなるのよくあるんですよね、このデッキ。危なすぎる。いや、マジで先行展開300秒でもはや足りねえわ、俺。うわ、ピュアリー来た、ピュアリリー。なるほど。ピュアリリーはいいか。
ピュアリーはちなみにね、配信しようって言ったらもうなんかあれですね、あのカーネルで全部っぱみたいなことできますから、まあちょっと一回ドローランドロックバード発動。いやドロールきついでしょこのデッキ多分ね。さすがに指名者か。いや指名者ね。いやまあレギュラス、レギュラス、これはどっちでも同じだな。どっちでも同じ。これハカーナあったらどっちも同じで、ハカーナ打たれたらどうしよう。これバーネスか。全部使わされるのそれ。あやば、やっべ。いやマジでありえん、ありえんレベルで使わされた。やばいやばいやばい。いやこれ無効にするしかないか。無効にするしかない。ドロール&ロックバード通したいんだよ絶対に。ドロール&ロッキングバーディング通したいんで、ちょっと一回これ、さすがにこれやったら多分ね、ワンキルは取れないでしょ。は？お前ふざけんな！くっそ、抹殺を！抹殺を！いや、これマジで抹殺だったわ。抹殺をバレンスだったわ。ちょ、墓穴にも今聞いてねえわ。いや、マジで墓穴の裏目完全に考えてなかったわ。マジでやばい。ガチでやばいこと来た。墓穴、いや、これ絶対抹殺にバレンスだったわ。やばいやばい、時間ないし。そして、いや時間ないけど、まあ、手札、まあ、だいぶ使ったでしょ、相手対手札だいぶ使った。手札はだいぶ使いました。で、ま、墓穴が無効になるけど、墓穴通る。で、泥場が、実質、無力化されなくて、泥場が通ってない。うわ、きちい、マジで、それは。これ、破壊。これで、あと手札が、はい。これで手札が3枚。3枚。マイフレンド。マイフレンズ。効果。OK。いや、こんだけ展開して負けんのマジでやばい。こんだけ展開して負けんのマジでやってない。メモリー、ハッピーメモリー、プリティメモリー、デリシャスメモリー。いや、これマジでやってない、これ。残り8秒しかねえし。ハッピーメモリー。なるほど。いやでもこれ確定じゃねえからな、相手な。言うてだぞ。ゴーストリックリフォーム。なるほど。で、ピュアリー。いや、これ耐えてくれ、頼む。俺さ、これスペリオルドーラのさ、対象どれにしたっけ。ちょっと待って、自分でどれに対象したか分からなくなっちゃった。スペリオルドーラ、ルイ補足って対象は対象がスペリオルドーラか。対象がスペリオルドーラ。OKOKOK、了解了解。危ない危ない。ってことはスペリオルドーラ対象でいいな、カーネルは。まあ、ライストとか入ってないからこれスペリオルドーラ立ててもいいかもな普通に。もうあなんかえマジなんかすげえ出してくれるんだけど。やった、ピュアリー、ピュー効果。えこれも打っていいでしょ。これここ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 、これ生きもいなくなんじゃね。これやったら来たわ、来た。いやもう無理だろ、これ展開できない。相手耐えたかもしれない。いや耐えた可能性があるぞこれ。ハッピー1枚で何もできるんだろ相手これ。いやハッピー、いや耐えた耐えた。いや時間がない、急げ、時間がない、あまりにも。バトルレイズだ。いやいやマジで耐えた、危なすぎる。いやなるほど、なるほどですね。これはちょっと若牛、まあ、泥場だけマジで終わってるけど、若牛、泥場とかいうおもんないカードマジで禁止しません。泥場とかいうカード禁止にしませんか、過激派。マジで。ちょちょこっちじゃない。ビッグ弁慶の効果発動します。なんかあります、うららかな、なんかうららくせえな。なんかちょっとうららみたいな匂いしますね、これね。このタイミングでの、チェーン。まあ、多分増字かもしんないな。でも増字かうららかわかんないな。あ、うららか。はあ、はあははあ、うらら。はい。いいでしょう。まあ普通に動けねえハンドなんですけど、基本的には。まあこれ一応リフォーメーションぶち込めるんで、リフォーメ打って、まあここで、まあ一応うらら打たせたんで、これはまあ通るでしょうということで、マシンナーズカード墓地を送ることにより、マシンナーズカードを、手札に加えることができる。これトラップでもいいけどな。オーバータイプもまあまああるじゃん、普通に。で、
一回マシンナーズギアフレーム召喚して高画像あ通る OK。 ここにね一発撃たれてもまだギガンティックチャンピオンサルがするから我々には。はい、でもギガンティックチャンピオンサルがとしてもあれか、あので墓地に機械とかいねえか今のこのタイミングだと。その場合は多分一回あれだな、あのリンク召喚してボックス作りに行ってペンジャム召喚だな。でリフォーメーションあるんでしょ、待ちましょう、これフォートレスでいいですね。で、一旦ランク4こことここでスプリガンズメリーメイキングを出して、でメリーメーカーをチャンピオンサルガスに変える。ほい、で効果発動、これでレギュラス持ってくるでしょ。ほんでフォートレスだしな、フォートレス出す。はい、でなんかあんま伸びんかったな。まあしょうがないか。レギュラスでビッグ弁慶を装備して、もうこれ魔法トラップゾーンにビッグ弁慶2枚でなんだこれってみたいになってるよね。でこうしてまあセットして、いやなんかあんまもうちょっと伸ばせた気がするな。ちょっとなんか変な場面になっちゃった。まあいいや、まあ、これでもね一応ねレギュラスの向こうと何でしたっけ、カーネルさんが将軍がデッキから飛んでくるよみたいな盤面にはなれるんで、これあれか、一回なんかあれだったかな、バリスティック行ってからクリフォート行ってリンクしてみたいなことできたのかな、ちょっとあんま分かんねえな。アルビオン、はい、アルビオン、サロニール、どうぞ。まあ多分楽園ですよね。楽園だったらまあ普通に楽園融合に通して、で楽園融合うらら墓穴レギュラスでいいんじゃない、多分さすがに。まあ、一生うらら打たせようとしてな相手、打たねえぞ俺は。俺はまだうらら打たねえ。お前の楽園融合にぶち込んでやると俺決めてんだ。楽園融合を白の楽園とか入ってるとたまにね、うらら持ってるなってなったら白の楽園で融合してくるパターンあるんですよね相手。これ結構ね馬ぶりプレイなんですけど、結構その動きねされたことあって、お馬ってなったんだよね一回普通に。さあ断罪ね、オッケーで断罪ちゃんの効果発動して回収と、楽園融合回収いいよ、楽園回収はいい。うららうらら失楽園はいい、うらら打てるから失楽園は大丈夫。融合召喚成功時関係ない、融合召喚させなければ。楽園融合効果うらら、はい、うらら打ちます。で墓穴打たれます、キングラギラス測らない、オッケー、楽園が通らない。いやーよかったこれ、うらら持っててマジで、うらら持っててマジでよかった。さあどうする、あとは、まあ、まあ融合できるかどうか系なんですけども、相手まあ破兵とかあったら一応カルテシアとか出してみたいなことできるのかな。うわ強い、まあでもそれ先飛べればいいか、その持ってきた先、持ってきた先をね、止めちゃえば、まあ問題ないかなというところで、まあ、封印の黄金室が発動されて、でもこれ、封印の黄金室なんだ。なんかそれでなんかできるようになったっけ、いや、ないよな。なんかあったっけ、カルテシアが、カルテシア、アクセスできましたっけ、これ。できるな。できるわ。そういうことか。そういうことか、そういうことか、そういうことか。そういうことか。なるほど、そういうことか。これカルテシアだったとしたら、これカルテシアが出てくる前にカーネル着地しちゃうんじゃない。あ、わかりました、これ完全に、完全にわかりました。はい、無効化はしないよ、融合する効果、うん、ただ破壊をさせて、でマシンナーズオーバードライビング、オーバードライビングで、いやもう若牛いらねえか、若牛爆発させてペンジャム戦に置いた方がいいせいなのかな。若牛爆発させる、でデッキからカーネル出す、これよ
これが回答で、あ、ペンダルスは置けねえか、シングルソーダじゃねえもんな。で、これで、出てくるカーネル効果でチェーンすれば、チェーンはできるかな、チェーンできる、融合召喚ですよ、無効化されただけ、オッケー。出てきました、カルテシア、了解。で、カルテ効果、ここ、ここ、これ、さあ、フォートレスを爆破し、貴様のフィールドの2500円からモンスターは全て赤い。さあ、融合できるんだな、してみな。手が大事だな。融合召喚は無効化されねえかもしんねえけど、融合素材がなったら無効化されるだろう。っていう理論ね。融合素材は、がなかったら、結局融合召喚が無効化されないとかいう効果もあんま関係ないってね。はい、オッケー。え？これ、普通にうざいか。これなんか、ワンチャン妨害になる可能性あるカード、セットされる可能性あるな。はい。これでカルテシアとなんかわからない X のカードですね。相手の手札。分かってたっけ？ちょっとあんま覚えてないな。はい。で、キングレグラス。トップ強すぎ。トップ強すぎ、マロタ。トップ強すぎ、マロタ。まあ、さすがに装備。セリオンズ、キングレグラス発動。キングレグラスでキングレグラスを装備する最強ムーブ。はい。指差し確認ね、これ。指差し確認大事。で、バトルフェイズ。いけー、危ねえ。なんかちょ、先行もうちょい展開に伸ばせた気がするけど、勝ったからよし。対戦。ありがとうございました。なあ、なるほど。そういう感じか。これ、ドロバケアマジで無理じゃね？ドロバケアマジで無理だわ。普通に無理。ドローランのロックバード流行ってる環境ちょっと厳しいわ、普通に。ああ。なんか、お茶濁せる盤面できないんだよな。アナコンダとかね、ラドンとかね、そういうのがあればね、また別なんだけどね。若牛出すね。若牛出そう。若牛出して、で、弁慶、なんか通るの、展開。え、展開ダラドリなんだけど、マジか。展開ダラドリおじさん来た。これはですね、非常に、理想展開と言っていいかもしれません。もし何もないんだったらね。まあ、2ビルとか飛んでくる可能性あるな、全然な。で、超寿武者、岩投資。これ、岩落としと間違えてる方結構いますね、これね。X 見てると。岩、落としではありません。岩投資です、これ。はい。岩落としね。間違えた。岩投資、もう俺が間違ってるわ。ちょ、わからなくてきた。岩投資だから。正式名称。岩落としではない。で、かかし行こうか。はい。で、天秤もね、引いちまってるときは、もう天秤を想定するしかないっていう話がありまして。で、天秤で、岩投資、蘇生。はい。で、仲裁。ここ、装備、スケール、発動。はい。まあ、こっからは、あと展開が、続くだけなんですけども、相手なんもなければ、まあこれ若牛ですね。若牛をスケールに張りたいんで若牛をしましょうと。で、ここでアクセルシンクロスター出すと、あ、一応これ理想展開見せるかもしれないですね。なんかね、もうね、全然理想展開なんか通るわけないんですよ、この環境なんで。マジでなんかね、いや、イメージ的にはですけど、展開のその最低値みたいなのを上げた方がいいかなっていう。その最大値を上げる作業ってあんま意味ない気がしてて、今現在もうこんだけでかいやつ飛んでくるからね。まあ今飛んできたいんだけど。だから、展開値の最大を上げるよりは、最低を保証する風にデッキを組んだ方がいいかなという気は、まあ、してますね。個人的に。はい。で、ここでバロネスを出していく。OK。で、ガイア。ブースターを装備して、まあ、これが一応ね、展開通った時の理想というか、はい、こうして、で、まあ、ランク4構えてみたいな動きかな。これでマシンナーズギアフレーム持ってこれるんで、まだ僕、召喚権使ってないですからね、これね。びっくりするよね。まあ、展開通ったらね、それは強いよねみたいな話なんだけど、まあ、でも展開が通るんだったら先行暗記をしてみたいな話もあるから。それが超重武者の難しいところであるよね。そのなんか展開通ったら、じゃあ先行ワンキルすればやべえみたいな話になっちゃうんですよ。マジで。まあ、ギアフレーム持ってきますか。で、一回もうリフォーメーションぶっこんじゃっていいかな。
ドロール&ロックバードを、捨てながらマシンナーズカードを、2枚手札に加えようという効果ありまして、でこれで14でもいいな。あとちょっとペンダム召喚するわ。で一旦バリスティックシューターじゃなくて、ここグレニウスでいいな。ゲニウスでいい、ゲニウスでよくて、はい、オッケー。でリンク先作って、でペンデュラム召喚ですね。若牛とアンクラスペアで、おい、リンク先に同時に特殊召喚していく。そうするとクリフォードゲニウスとアンクラスペアの効果が両方とも発動して、これでゲニウスのなんかサーチ効果もやれますよみたいな感じですね。はい、なんか割とねこの辺ね、なんかアドリブなとこあんで、結構なんで、なんか1匹多いとか、あ1匹すげえなみたいな時もあるんで、まあその辺はちょっとご注意くださいといったところですね。はい、でこうで、メリーメーカー爆誕する。でメリーメーカーの、上に重ねてギガンティックチャンピオンサルガス出す。でサルガス効果でセリオンズキンギレギラス持ってくると。はい、マジで大きな働く機械がいっぱい、働く車がめっちゃ活躍してね、僕はこのデッキめちゃくちゃいいデッキだなと思ってるんですけども、かっこいいなと思ってるんですけども、これは僕は2歳の息子から影響されてるかもしれないですね、もしかしたら。はい、でデリックレーン爆弾からの、これはバリスティックシューターを持ってきて、スクレイパーで、2ドローを狙いに行った方がいいかもしれないな。バリスティック効果、これ持ってきます。で、これ効果発動します。スクレイパー持ってきます。でキングレギュラーズ発動します。どれでもいいんだけど、やべえまた時間なくなってきた。マジでこのデッキほんまに時間なくなる率高すぎんか。はい、でこうする。でこうして、これとこれでこう、はい、でこうでこう、これいらなくね、ギアフレーム。もはやギアフレームいらんまである。でこれこう、はい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 、とでスクレイパー効果使ってよくても、でドローに変換と、はいはいはい、なんでもいい。相変わらずこのデッキ展開してると時間なくなった。マジでこの先行展開だけで普通に250秒ぐらいかかんだけど、マジでウェンドでいいや。で高画像で墓地から回収。やばいやばい、違う違う、何でもいい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 。なんかわかんなくなる最後の方、頭こんがらがってきた。ギアクリーム召喚しようと思ってたんだけどな、なんか途中からちょっと頭パクリ出してなんか変なことになっちゃった。ギアフレーム召喚してギアフレームをなんだっけ、レギュラー戦装備しようと思ってたんですけどね。あれ、いやー、まあ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 、そのぐらいは勘弁してやろう。なんだこれ、未確保かこれ、何だっけこれ。超ド級砲塔列車スペレオドラ君の効果発動した方がいいかな俺。いやこれ何だっけこれ、うわサイバーだ、サイバーはやばい、サイバーはやばい。ちょガチでこれ待って、これ出てこられたらやばい、出てこられたらやばいぞ。ちょっと集中しろ、これサイバードラゴンが出てきた瞬間に全部機械で座れるから、ちょマジでやばい。ちょレギュラーする方が、向こうにするしかない、向こうにする。あでも結局出てくるのこれ、結局出てくるのかこれ、召喚はされる。いやでもレギュラースがいる、あレギュラーじゃねえや、なんだっけ、やばいやばいやばい、ちょスペリオルドーラの効果発動、スペリオルドーラでこれでデリックレーン切る。でサイバードラゴンいなくなる、サイバードラゴンいなくなる。対象フィーヤー、やばいこと起きてる、
待って、いやでもこれ2枚破壊できるんだ、2枚だけ破壊できるぞ、2枚破壊できる、2枚破壊できる、これでいやちょっと待って、マジでやばい、マジでやばいぞ、これでスペリオルドーラ君で剥がしたデリックレーンの効果と、キング、サルガス君の効果が発動して、これ2面処理できるんですよ。はい、こっち2面処理します。こことここ、待って、ちょっと待って、これサイバードラゴンコアの効果、これってさ、フィア破壊、もちろんだよ。ってこれエマージェンシーサイバーやばくない？あ、ちなみにもうないです。やばくない？サイバードラゴン出てきすぎじゃない？こんなことが許されていいのか？ガエンドベース耐えた！なんか耐えた！耐えた！なんか耐えたぞ！なんか耐えたんだけど、マジかよ。耐える想定しなかった。何その反動2枚。もうめちゃくちゃ明かしたからな、俺。でも、確かに。ありえんレベルのカード破壊したから、なんかワンチャン相手死んでんのかもしれない。もしかしたら、手札が。だって、もうこれビッグベンケいらないな、ビッグベンケいらないから押してるわ。特殊召喚、5000処理すればいいんでしょう。あとこれ1回ギアフレーム召喚します。でギアフレーム効果、ルインフォース手札に加えます。1回分かったわ、これでいける多分。これとこれでこうしてアンガーナックリングして、でフォートレスで銃切って、特殊召喚して、時間ないから急ぎましょう。リュウさん、はい、わかりました、少々お待ちください。でギアフレーム特殊召喚して、こうしてこう、これ先やっとけってな、確かに。でルインフォース効果発動、やばい、ちょっと待ってで、こうして、で、効果発動して、ちょ、急げ、マジで急げ。で、こうで、こう、あと残り10秒です、ユウさん危ないですよ。グスタス、グスタス効果発動、2000番、効果、これバトル、危ないマジで危ない、いやマジで危ない、これマスターデュアルに向いてないわ、このデッキマスターデュアルに向いてない、いやこれリュウさんがマスターデュアルに向いてないのか。